お金とピストル、夢の旧作泥棒がケチンボの家へ入ってピストルを見せてお金を出せと言いましたケチンボはただお金を出すのは嫌だそのピストルを売ってくれるなら1000円で買おうお前は私からお金さえもらえばそんなピストルはいらないだろう泥棒は考えておりましたが ととうとうそのピストルを千円でケチンボに売りました。ケチンボは泥棒からピストルを受け取ると、すぐにも泥棒を打ちそうにしながら、さあ、そのお金ばかりではない、他で盗んだお金もみんな出せ出さないと殺してしまうぞと怒鳴りました。泥棒は腹を抱えて笑いました。<laughs> そのピストルはおもちゃのピストルで撃っても弾が出ないのだよといううちに表へ逃げ出しましたケチンボはピストルを投げ出して泥棒を追っかけて往来で取っ組み合いを始めましたがやがて通りかかったおまわりさんが2人を押さえて警察へ連れて行きました警察でいろいろ調べてみますと泥棒がもらった1000円のお金はみんな偽物のお金で ピストルはやっぱり本物のピストルでした。二人とも牢屋へ入れられました。夢の旧作作、お金とピストルという作品でした。ありがとうございました。